こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、豚肉と小松菜の中華炒めです。なんかね、いろいろしてたら遅くなっちゃったねえ。でね、豚肉はもうキッチンバサミでペッペって切りますそして片栗粉をね、まぶします。なんか感化してて、あって思ってたらこんな時間になっちゃったよで、ウインナーに切り込みを入れます。もう今日はまな板を使わんでね、お皿の上で切り込み入れちゃった。卵焼きの準備です。今日はね、ネギ入りの卵焼きにしました。そしたらね、またなんだっけ、卵焼きから焼いていきます。卵焼きの分量はこれです。まあ、今何時だ？何時だろう？何時だろうって。もうね、お昼ご飯も悩むしね、晩ご飯も悩むし、どうしよう。もう何を作ればいいのやら、困っちゃう。どうしようね。もうなんかね、夕飯はもう簡単に炒め物でもしようかな。玉ねぎがたくさんあったし。問題はね、お昼ご飯なのよね。お昼はおにぎりでも握って魚を焼くなんかさ、毎日だからもうほんと、ふう、何しようってなるよね、これで最後だね、卵焼きは。ちょっとね、卵液が残ったりしてるけど大丈夫。ビヨンって押さるから、そしたらくっつくから。はあ。でね、フライパンにごま油を熱します。でね、この時はね、まだ気づいてないんだけど、ウインナーをね、じーって炒めてなかったなと思って、もうね、ウインナーと空いてるスペースで豚肉も炒めちゃうよ。まあ、なんせね、朝はいつもボケーっとしてることが多いです。で、豚肉も一生懸命こう、ダマになってるのを剥がし方ですね。で、豚肉をね、広げながら炒めていって、これ冷凍の小松菜です。これをドーンって入れます。でね、簡単ですよ。もう今日はね、味付けはあれ、なんだっけ、香味ペーストのあれ1本、あれ1本でね、すごい美味しいからねあれはね、またほんとなくなったら変わんないかなと思い方です。これこれ、あれあれとか、これこれとかこれね、香味ペーストすごい便利で、全体を炒め合わせて、中華炒めはね、出来上がりです。
で詰めていきます。レタスで仕切ってうん、卵焼きからね詰めます。今日はね断面が見えるように詰めたよ。そしたらここの横に中華炒めをね詰めていきます。本当ね、あの香味ペーストすごい美味しいのね。ただペペペって炒めたのにちょろりんと何使うだけで本当にね美味しい。ちょっとねすごい気に入っちゃったでキャベツのね中華風サラダはカップに入れて詰めます。ミニトマトをちょこんと乗っけて、もう今日はねウインナーはもうねご飯の上に乗っけますだってもう入れる場所考えるのがねめんどくさかったからね、あの存在感をデデンとね、はい、ご飯の上にドーンですよ。出来上がったね。うん、今日はねこんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。でインスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは良い一日を。